い、それではね、東京42フィート投げていきたいと思います。対比は1対 2.8 ですね、非常に難しい感じですよね、これぐらいの長さが一番なんか難しいような感じがしますけども、頑張っていきたいと思います。そうだ、はい、抜けますよね、そうだね、はい、それは抜けますよ、そんなもう分かってるんですよこんな難しいのね、当たり前なんですけどもね、そんなね、いや厄介だな、どうしようかな、もうなんかあの一投でリアクティブなんか諦めたくなりますねはい、じゃウレタンボールもちょっと投げときましょう、はい、どんな感じなんだろうね、ウレタンボールの外、まあ、どうしよう、7枚ぐらいかな、6枚ぐらいちょっといこうかな、6枚ぐらい、前までいけるかな、力抜いて、そうだ、ウレタンだったらいい感じですね、6枚目ぐらい、点数出すんだったら売れたんだな、もうこの1球で売れたんっていうのをちょっともう決めちゃいますね、本当だったら。でもね、いやね、せっかく皆さんに見ていただくんだったらリアクティブで頑張ってるとこ見せたいな。よし、どうしよう、リアクティブ、ストロングバイト、どうなるんだろう、頑張れるかな、ストロングバイト、いやストロングバイトは正直ないっすよね、42フィートでしょ、今なんで持ったんだろう、持ったことをちょっと後悔してます、こんな曲がるボール、ちょっと厳しいでしょうね、いきます、どうだ、どうだ、どうだ、あー、はい、ストライク出てしまった、いや、出ましたけど、出ましたけどね、ね、皆さんもう抜けたの見たでしょ、一回ね。いやどうしよう、ストロングバイトで挑戦しますか、最新ボールですしね、皆さんに見ていただきたいっていうのもありますし、ちょっと厳しいのは分かってるんですけども、頑張ります、じゃあ頑張ろう、決めた、頑張ります、よし、はい、12位ぐらいのイメージ、15からの12位ぐらいのイメージ、いやー、いやー、抜けまーす、皆さん抜けまーす、どうしよう、もっとガリガリにしたいよ、このボールで僕頑張るってちょっと宣言してしまったんですけど、どうしよう、やめてもいいですかね抜ける、抜けてしまう、いやどうしようかな、今ので抜けるとなると、まあ、壁で止まったらまあ簡単といえば簡単になってしまうんですけどもね、あー、いやいやいや、どうしようかな、うわー、もう迷ってる迷ってる迷ってる、ちょっと中も入ります、はい、行きます、これぐらい中、こういうイメージか、いやどうしたもんだろうな、いやだいぶ中ですよ、あ頑張りますか、今ね本当にねこの4投しか投げてないんです、4投5投ぐらいしか投げてないんですよ、皆さんにねお見せしてるだけで、本当にまあ本当ならね点数打っていくならちょっとウレタンボールでいきたいんですけど、だからねちょっと、それだけでは難しい連打ってことが分かっていただけないかも分かんないので、リアクティブで、頑張ります。それではちょっと最後の1投練習させてください、最後1投だけ投げて始めたいと思います、はい、まだ全然確信も何も得れてないですけどね、正直イメージもさっぱりです、いきます、どうなんだどうなんだ、おとりあえず、はい、始めといたらよかったよし、まあとりあえずね、頑張っていきたいと思います、ぜひご覧ください、はい、それでは東京1ゲームトライしていきたいと思います、どこまで対応できるか皆さん期待してください、頑張りますよ、とにかく頑張るとしか言えないです、点数が取るかどうかは本当に分かりません、よし、こんな感じやったかな、力抜いて、おっと18半ぐらいのイメージ、まあ、あー出たーけど、おーなんとかなった、なんとかなった、はい、ちょっとねスパッとでね今ねおそらくね3枚
まあ、18半ぐらいをイメージしたんですけど、18ぐらい通っちゃったかな、ちょっと出たっていう感じでしたけどね。あーよかった、ストロングバイトのおかげだ今のは。よし、まあ、入っといてよかった。でも外から外にミスるともう大事故につながりますからね。よし、よかったよかった、まあ、なんとかなった。はい、力抜こう。ダメだ、今の力入った。よし、行くぞ、頑張るんだ、頑張る。柔らかく行くぞ、柔らかく。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、ダブル、オッケー。なんとかダブル来ました。よし、やる気が出てきた。いやー、よかった。1個目のね、あのちょっと、なんでしょう、ちょっとだけ外に出ても大丈夫っていうね、気持ちですけど、気持ち、ほんまに気持ちです。その気持ち分がね、今、心にゆとりを与えてくれますからね。はい、よし、さあ、君出るか、やればできる子なんだ、やりますよ。いきます、18半ぐらいのイメージ。よし、いくぞ。抜いて、よっしゃ、いいんじゃないか、いいんじゃないか。よっしゃ、来た、よしよし、ターキー。はい、次フォース目ですね。今のは良かったですね。完全にイメージ通りのポケットでした。はい、でもね、ちょっとね、力が入ってるんですよ今日ね。なんかすごい湿気でね、ものすごく投げにくいですね。親指もジケジケするし、アプローチもジメジメするしね。はい、もうね、靴とかもジメジメしてるんで、やっぱね、こういう時ってどうしてもね、整備してもね、アプローチが重たくなったりとかって、そういうのがあるんでね、すごく投げにくいです今日は。湿気が多い時嫌いだな。皆さんどうしてますか、湿気が多い時。はい、乾燥してる方が投げやすいですよね。じゃあ行くぞ、18半ぐらいイメージ。よし、コース目。よっしゃ、いいんじゃないか、いいんじゃないか。あー、残るべくして残った天品、残るべくして残りました今のはね。はい、ちょっと力入ってリリースがおろそかになってしまいました。よし、こういう時の天品大事ですよ。力入れていきますよ。しゃ、OK、完璧。勝者、ちょっとここで人は落ち着きを入れますね。いやー、なんかね、場合によってはね、最終ウレタンに切り替えたくなりますね、これね、レーンの状況によっては。だってね、今ほぼミスれないですからね、ほぼ。まあ、わずかにちょっと何かは感じてますけど、幅的なもの、ほんのわずかです。でも触れたのがイメージしやすいな今のところは。よし、まあ、とは言っててもしょうがない、頑張ります。抜いて、よし、イメージ OK、 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 よっしゃ、アーキーステアストライク。これ頑張ったらあれじゃないですかね、僕あの、このゴールデンウィークスポコン体験祭シリーズオール200グランドスラム達成できるんじゃないですか、これ。もしかしてすごいことですよ、これ頑張ってる。はい、トーナメントでもうちょっと頑張れよって感じですね。よし、行くぞ。18半、力抜いて、18半ぐらいのイメージ。しゃ、どうだどうだどうだ。よっしゃ、来た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 。ターキー、ターキーじゃない、ダブル、ターキースペアダブル、オッケー。はい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 、いい感じいい感じ、今のもすごくいい感じでしたよ。よし、次またターキー目、頑張るぜ。
よし、絶対200は行くんだ。目標200点で頑張ってます。調子こんだけ難しいで、待つぞ。ボールもすごいな、しかし頑張ろう。行くぞ、行くんだ、やればできるんだ。あー、打ちた打ちた打ちた。あー、危ない。あー、ギリギリギリ、ちょだいぶギリ。あー、いやいやいや、よかった。ほんのわずかに引いてくれました。危ない。スペアはちょっとウレタンでいきますね。ちょっと安全を期して。大丈夫でしょう。よっしゃ。いやー危なかった。とりあえずなんとかね、今ノーミスで来れてますね。よし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 、いいぞ。だからいいぞ、頑張ってる。危ないな、でもね、危ない。ちょっとね、ミスを仕掛けてます。いや本当にね、難しいレーンなんでね、全然こうトークにも集中できないですね。投げてる方にめっちゃ集中してます僕今。しかし練習になりますよ本当に。どうしよう、もうちょっと気持ち内に入りたくなってきました。レーンの変化若干感じてます。血がちょっと伸びてきたのかな。でも内に入った分ちょっとちゃんと転がしておいてあげないとね、ダメですね。はい、今はちょっとね、聞いてほしい内ミスが効かなかったので、ちょっと内に入ります。いいだろう。OK、よしよしよし、聞いた、今の OK。 はい、今ね、イメージは半枚入りました。はい、僕もね、そんな精密なコントロールがあるタイプではないんで、完全にイメージで投げてるんですよね、僕の場合はほぼ。元はね、スパットとかを見て投げるタイプだったんですけど、どうもね、コントロールが安定しないですし、特にローダウンなイメージで投げるようになってからですね、はい、全くスパットを見ても安定しなくなったので、完全に今はもうイメージだけで投げてます。よし、はい、なので半枚半枚とかって言ってくれるんですけど、笑っていただいても結構です。これで今のところうまいこと言ってるのでね。ただそれもちょっとイメージでそれを調整できるようになってきました。あんまり OK、 19、 1、23ぐらいのイメージ、よっしゃよっしゃよっしゃ、来た、 OK、 来た。素晴らしい、というかボールが素晴らしい。このスポコンで同じ点数出したらすごいでしょ。アーキー、スペア、ダブル、スペア、ダブル、すげえ、ストロングバイトがすげえ。1対 2.8 ですよ、結構むずいですよこれ。しかもミディアムですね。はい、テンフレ頑張ります。最後ね、ターキー持ってきて250に持っていきたいと思いますよ。頑張ります。やればできるんだからやるんだ、頑張るんだ。はい、まあ、力抜いて、から抜いて、それだけ集中して、9、8。あー出ちゃったけど、はい、イメージよりもちょっと出ちゃいました。いやいや残念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 、無念、笹田無念。そういうラップないっすかねよくわかんないですね、自分で言ってもよくわかんないかも、かよくわかんなくなってきました。よっしゃ、 OK でしょう。はい、全フレ一目スペアということで、230ペースですね。はい、よし、まあとりあえずなんとか、なりそうですね。230いきそうですね。ちょっとね、機械の調子が悪くて、返品が来ないですけど、もうすいません。ちょっとこのまま行きます。はい。
機械不良なのでもうちょっとしょうがないですね。中ですかね。中から行きます。はい、ちょっと一品せこいですけども皆さんお許しください。行きます。OK でしょう。はい、まあ、ピンは飛んでましたね、9本カウントでした、ということで頑張りましたよ皆さん。236点、素晴らしい、よく頑張った。そこれでなんとかねゴールデンウィーク、体験祭のレーン全て200アップということで、グランドスラム達成です。意味わかんないですけどもね。はい。